どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。今日はですね、ウクレレで音楽始めようと思った方、まずこの曲から始めてみませんか。2020年版ドン海、童謡の海でございます。この曲はね、ワンブロックに3つ、3回弾く3拍子の曲です。まずですね、演奏動画聞いていただいて、後でちょっと解説します。それでは海、ウクレレで弾いて歌う弾き語りやってみましょう。どうぞ。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。海は広いな、大きい。それではですね、楽譜を見てまいりましょう。はい、こんな感じです。はい、さっきも言ったんですけど、ワンブロックに3回弾く3拍子の曲ですよ。だからワンブロックに1、2、3回弾く。ということで、海は広いな。こんな風に進んでいきます。こんな風にね、ノートに書くと分かりやすいと思います。これやっぱり、ノートに書いて、自分で、ご自身で歌ってみるのがね、一番やっぱ成長すると思いますんで、こんな感じで書いてもらうのもいいですし、まあ、ガズクラブでゲットしていただくのも、いいと思いますんで、これメモってみてください。こんな感じ。これ、この2行がずっと繰り返される、でいくばっかりなんでね、これはもうシンプルなんか、シンプルこの上ないです。ただし3拍子ですよ、ということでございます。はい。こんな感じですね。で、入門コードは4つ。C と F と G7 と Am ということで、この入門超簡単コードでやってみました。まあ、この曲でウクレレデビュー。いいと思いますよ。まあ、これいろんな世代の方もう知ってますから、同様ですからね。はい。こんな感じで、やってみてください。同様の海。やってみました。ガズレレ流超シンプル簡単バージョンです。この曲ね、海を見ながら、海で。歌ったら最高でございます。皆さんどうですか？ウクレレで音楽を始める。これね、本当に簡単なんでね、ぜひ皆さん、興味持った方いらっしゃったら、始めましょう。私はちょっと無理っぽいなと思った方も、今の演奏見たらわかるように、本当に簡単なんですよ。ウクレレ興味持った方、ここのリンク先に行ってもらって、そのリンク先の順番通りに YouTube 動画見ながら触ってるだけで、あっという間です。ここに貼りますから、行ってらっしゃい。クリック。はい、いってらっしゃい。そのね、リストに沿ってずっとやってるだけでもう本当にどんどん弾けるようになります。そしてそれができるようになってきたら今度はね、もうね、すでにガズレレでは1400曲以上の超簡単なウクレレレッスン動画がすでにアップロードされております。もういろんな曲です。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。ぜひとも皆さん、音楽楽しんで始めていきましょう。そして今やった海なんですけど、動画と一緒にできるようになったらですね、やっぱね、今度ご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。そうするとなんかね、最初はこう覚えられないから、やっぱ紙に書いたり、パソコンで見たりなんかしながらだと思うんですけど、その時の参考になるように私のこのノートをいつもこれ楽譜写してるんですよ。こんな感じでガズは書いてます。今このガズクラブというサービスが始まってて、これはね、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この海とか童謡も山ほどあるんですけど、今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲も1000曲近くのこのノート楽譜の中から毎月5曲皆さんの大好きな曲をダウンロードして、ゲットできるということのサービスなんですけど、そこのねガズクラブ内では月2回のオンラインライブ配信とか、これが
めっちゃ盛り上がるんですよ。あとはガズクラブ内の SNS で私がラジオ配信していたり、どんな質問にも答えたりとか、もうクラブ活動結構盛んなんでね、興味ある方これガズクラブめちゃくちゃ面白いんでお願いします。それでは楽譜を見てまいりましょう。はい、こんな感じです。はい、さっきも言ったんですけど、ワンブロックに3回行く3拍子の曲ですよ。だからワンブロックに 1,2,3 回弾くということで、海は広いな、こんな風に進んでいきます。こんな風にね、ノートに書くと分かりやすいと思います。これやっぱり、ノートに書いて、自分でご自身で歌ってみるのがね、一番やっぱ成長すると思いますんで、こんな感じで書いてもらうのもいいですし、まあ、ガズクラブでゲットしていただくのも、いいと思いますんで、これメモってみてください。こんな感じ、これこの2行がずっと繰り返されるでいくばっかりなんでね、これはもうシンプルな、シンプルこの上ないです。ただし3拍子ですよということでございます。はい、こんな感じですね。で、入門コードは4つ、 C と F と G7 と Am ということで、この入門超簡単コードでやってみました。まあ、この曲でウクレレデビューいいと思いますよ。まあ、これいろんな世代の方もう知ってますから、同様ですからね。はい、こんな感じで、やってみてください。ぜひとも皆さん音楽楽しんで始めていきましょう。さあ皆さん、この楽しさ分かってる方はですね、もう周りの方にもうどんどんシェアしてくださいね。今日みたいな海みたいな曲、入門コード4つですからね、こんなに簡単に面白くすぐ音楽ってできるんだよという感じで広めてもらって、そうすると笑顔が増えて最高かなというふうに思います。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももうほんと500名以上のねメンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このねアプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック。リュックサック型ウクレレケースなんですよね。これ中開けると2つのポーチが、ここに取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうなついてて、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるというと、この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ、このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあって、という音楽、素晴らしいと思います。皆さん、これからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。